本のパイ生地を作ります。薄力粉 100g、 強力粉 100g、 バター 150g、 これ塩が入ってるのでお塩は一つまみだけ入れます。バターを1センチ角に切っていきます。だいたいバターを1センチ角に同じ大きさに切っていきます。で、粉をまぶして、冷水を中央にくぼみを作って冷水を混ぜていきます。全体がしっとりとしてきました。これを半分にして、で、これを2段に重ねます。で、さらにもう一回半分にして、生地を重ねます。もう一回生地を重ねて、重ねるのを 3,4 回繰り返しましたらば、これを冷蔵庫で30分から1時間寝かせます。生地を30分、1時間ほど冷やしました。軽く強力粉で打ち粉をします。手前から、また手前から、またこれを30分ほど寝かせます。こうですね、こうきます。輪になった方が良くです。この工程を5回から6回繰り返して折りたたんでいきます。だんだん生地がしっとりしてきました。輪になった方を横にして、しっとりしてきたのでもうラップなしでも伸ばせれるようになりました。6回目です。これで折りたたみは完成とします。
を冷凍パイシートとして保存します。約5ミリの厚さに伸ばします。